名古屋駅構内にあるブランドキオスク。常時およそ40種類の駅弁が並びます。中でも人気の傾向は、名古屋で有名な、ね、ひつまぶし、味噌カツですとか天むすがやっぱり名古屋では人気なので、やっぱりそれが一気に楽しめるお弁当っていうのが割と人気になりますので、売れ筋上位に入っている駅弁とは、ランキングスタートです。まずは第5位、こだま。昭和39年東海道新幹線の開通に合わせて発売された超ロングセラーの幕の内弁当で、まさに名古屋駅を代表する駅弁です。サバの照り焼きやチキンカツ、ミートボールなどおかずの種類も豊富です。小さいお子様から年配の方まで皆さん楽しめる、あの具材がたくさん入ってますので、皆さん買ってかれる方は多いです。続いて第4位、名古屋。大正時代から駅弁を作り続けている老舗松浦商店自慢のロングセラー幕の内弁当です。具材はサワラの照り焼きや海鮮フライなど、見た目にも華やかなお弁当です。具材がたくさん入っておりまして、これ一つで満足できるので人気な理由になっております。気になる駅弁の売り上げトップ3には、あの名古屋飯がランクインしていました。名古屋駅構内にあるグランドキオスクで売れ筋上位に入っている駅弁、第3位はこちら、復刻弁当。昭和初期に発売していた幕の内を復刻させた駅弁です。なんと当時の価格は150円というのも驚きです。中にもサバの照り焼きや白身魚のフライ、牛肉の炒め煮などバランスよくおかずが入っています。また人気なのが、このパッケージがレトロで可愛いと今女性の方にも人気になっております。続いて第2位、ひつまぶし巻き。ひつまぶしを海苔巻きにした駅弁です。中には国産のうなぎがしっかりと入っているので、食べ応えも抜群。6個に切り分けられているのも特徴です。手軽で、あの簡単に食べやすいということで、あのいろんな方から選んでいただいております。そして第1位はこちら、ひつまぶし弁当。第2位にランクインしたひつまぶし巻きと同じく国産うなぎを使っています。山椒やわさびなどの薬味に加え、だしも入っているので、味を変えながら3つの食べ方を楽しむことができます。本格的なひつまぶしが1780円で食べられるのもポイントです。お土産としてもやっぱりひつまぶし食べたい方たくさんいるので、こちら買っていかれる方多いです。お土産としても人気だという名古屋名物ひつまぶしの駅弁が堂々の1位でした。